飲んでるのはロイヤルアップル。取ります。テロップ書くことないから適当に書いとく。今日2回目の配信なんですよね。寝巻きじゃないです、全然全然。私服っていうかもうバリバリまだメイクもしてるし、めっちゃ高かった、1万いくらとかした。全然外着です。全然外着です。汗しか出てないよ。そうだよ、汗しかかいてないよ。こんばんは、こんばんは。これはなんかハートになってて、なんかね一個一個ねキラキラがついてて、めっちゃ多分画面では分かりづらいけどめちゃめちゃ光ってます。キラキラしてる。なんかすごい。ワンスポです。これはワンスポは私が高校生の時に買ったんだよね。高校生の時のバイトしてない高校生の時のなんか買ったから、すごい1万以上する服ってめっちゃ覚えてる。高かったなって。なんか大学入ったら別にさ、私の高校は厳しかったからあんまりバイトとかなんかできない学校だったんですけどね、それでしてなかったから。今日はね2回目なんです。いや今さっきまで泣いてました。あのなんでかっていうと、なんかあの前回のシリーズの時もちょっとお話に出してたから知ってる人もいると思うんですけど、オオカミちゃんにそうアベマって来てるけど、もうコメントでバレてるけど、そうオオカミアベマです。あの見てて今さっきまで、そう泣いてた。もう泣いちゃう、本当にもうダメ、もう本当に。えミスさんもハマってんの？そうなの？そう本当にダメなんですよ。いやなんか結構もうずっとシリーズ化してるので、まあ前からやってる番組ですけど、ちゃんになったの、オオカミちゃんになったのは結構最近かな。オオカミくんのシリーズを見てたし、ちゃんになってからも見てたし、そう見てるか。そうでも本当にもうダメですね。本当に泣いちゃいますね。ダメ、もう本当に。中間告白のもうなんだろう、もう最後、あんま言わないけど、見てない人もいるかもしれないからあんま言わないけど、中間告白の最後がもう泣いた。泣いたわっていうことで、さっきまで泣いてました。
こんばんは。そっか、2月ですね。もう2月ですね。なんか家でなんだっけ、豆もらったから投げないけど、なんか最近よく食べてます。なんかちっちゃいさ、このぐらいの1パックのがさ、何個も入ってるセットみたいなやつをもらったので、毎日1袋か2袋ずつこう食べてます。巻きはしないけどね巻きは一人暮らしでしたらめんどくさいね。あ、落花生はまた別で持ってます。そう、すごい美味しいよっていう恵方巻きのギフト、ありがとうございます。もなかさん、今日はその前は何してたけど、あ、いろいろ今書かなきゃいけない書類があって、ちょっとそれをやりながら、テレビ見ながらやって、なんかこのね、そう、今飲んでるこのシリーズのが5種類ぐらいあって、それをね今日からなんかちょっとずつ飲もうかなっていうか、結構前にもらったやつなんだけど、なんかずっと飲んでなくてちょっと開けてみた。そう、なんかもっといろんな紅茶のなんか種類っていうか、なんか飲みたいなって。もあとなんかお家で結構私なんか香りが好きで、あんま強い香りっていうよりかは、なんかボディミストとかのなんか自分しかわからないかぐらいの匂いのやつが好きで、なんか最近は毎日のようにかけてるんですけど、なんかお家もなんかいろいろあるじゃないですか。実家で今ね、なんかフランフランのすごいいい匂いのするやつ置かれてて、そういうのいいなって思って、うちもなんか今の家に匂いいい香りがするお部屋にいたいそうなーって思ってます。何のフレーバーが好き？アップルも好きだけど、でもね今ね好きってか、なんかそう今持ってるやつ気になってるのがキャラメルなんちゃらみたいな、あ、そこにあるわ。え、おまけは食べてたよ、なんか親が作って、なんかねこういう感じでなんかいろいろあるんですけど、今気になってるのはミルクキャラメルティーってやつ、アールグレイラシックとガールズティーも気になる。めっちゃパッケージが女の子って感じ。あとはなんかこのかわいいホワイトピーチティー、あ、ピーチティーもいいな。そうね、あ、気になってます。ピーチティーいいですね。ピーチティーとキャラメルミルクティー、違う、ミルクキャラメルティーミルクキャラメルティーとピーチティーが気になってます。キャノンティーはないですそう、なんか
どうしようかな。なんかさ、すごいさ、やっぱ握手会とかもすごい大事だからお知らせしたいけども、なんか今後なんかあるのって感じじゃん。でも一応なんかしといた方がいいのかな。なんかいつもしてるけど、なんかブログには分かんなかったから書かなかった。一応なんか、まあ、一応なんかこういう話するのあれだけど、売り上げとかもやっぱり大事なので、なんか一応まあ中止じゃなくて延期だから、なんか一応今後もっと先になっちゃうかもしれないけど、ある可能性はあるから、まあぜひ皆さんよかったら握手会予約はできるので、はい、よろしくお願いします。だからいろいろね、お洋服とかも用意してたんだけど、でも逆になんかありす、日程ありすぎて私もどうしようかなって考えてたから、なんかまた日程決まり次第っていうか、またいろいろ考えたいなって思ってます。行きます。ってありがとう。ぜひ。そう、完売をちょっとね、せっかくしていただいたんですけどなくなってしまったので、ちょっとなんかまた他の、まあなくなったってか延期だから、まあ会えるんですけど、でもなんか他の日でもそう頑張りできたらいいなって思ってる。のでよかったらよろしくお願いします。そう、何かね、なんか結果をやっぱ出さなきゃダメだなって思うので、私自身もそうだし、すごい初めて見るギフト、住職さんのありがとうございます。なんかアバターみたいなギフトアバターみたい。あれが出てきた、思い浮かんだ、あのポニーテール、ツインテール、私はオコテールTikTok。 うん、桃田先生ありがとうございます。かわいい。なんか久々に一人でショールームやるから何喋ったらいいか分かんなくなっちゃった。普通の配信ってなんかあんまり、なんだろうねって言ってる間に15分経ってしまった。そう、最近思うんですよ、なんかモバメにも書いたんですけど、本読みたいなって思って、本をね読みたいんですよ。でもね、あの私すごい乗り物酔いするんですよ。だからこう
移動中とかも読めないからそれは悔やまれるんですけどでもなんかいろんな本を読みたいなって思ってます。あとはいろんなドラマとか映画とかも見たいしって思ってます。なんか酔わなかったらどんだけ楽な人生なんだろうってすごい思う。なんか電車とかでも小バスとかでも新幹線とかでも何でも酔っちゃうんですよ。だからその時間を使ってすごい、まあ、今までだったら卒論の資料っていうか本とかやっぱ持ち歩いてたから、そうこの時間に読めたらめっちゃいいのになって思ったし、こう移動中とか、まあ、それこそ握手会とかもそうですけどやっぱ長いからそのうちにできることがあったら本当めちゃめちゃいいだろうなって思いますね。自分で運転するようになったら治るよ、治ると思ってたんですよ。私も思ってたけど治んなかった。この間も車運転したけど全然なんか、まあ運転してたら別に平気だけど、運転した経験があってもなんか乗る側だとやっぱねダメなんですよね。わかんないけど、なんなんだろうかね。そう。福さん、ありがとうございます。自分でもものすごく直したいし。でも難しいなって思いますなかなかいろいろ考えるんですよ。雨舐めたらちょっとはマシになるって思って一回それに気づいて雨舐めたんですけど、なんか逆にあんまり食べ過ぎた後だとなんか良くないっていうことには気づいて、え、みんな年齢でいつあれなの？結構さあれだね、もともとやってたけど年齢重ねてくるうちに平気になったって人多いのかな。何？いつ頃治ったの？私も小さい頃本当にそれを悩まされてて、なぜかというとピアノ、まあ、うちの実家はピアノ教室なんですけど、そうじゃなくてなんかピアニストの方に私はピアノを教わってたんですよ。でそのピアニストの方のところに行くまで、まあ、結構車をいつも乗ってたんですけど、そうだからいつも毎週車移動が必ず少なくとも週1はあったから、だから辛いなって思ったけど、でも大人になれば大丈夫だよっていうのはよく聞いてたので、こうそうなのかなって思いつつすごい我慢してたんですけどこう今のところはこうまだ治ってないので20代じゃあまだ早いのかなって思ってます三半規管か年取るって劣る、いつ衰えるんだろう三半規管。聴覚と関係ある
からんけど。でも本当にどの乗り物でもそうだから、ロケバスとかでもそうだし、こう新幹線みたいな揺れの少ないのでも、うん、ジェットコースターは大好きです。飛行機もね、飛行機酔いとかはしない。飛行機で同じ気持ち悪い気分になったことはないかな。またなんか違う耳の違和感とかはあるけど、別になんか気持ち悪いとかじゃないかも。逆に揺れてた方がいいのかな逆に。なんだろうね、なんか、うん、わかんない、わかんないです。なんなのかわからん。卒論発表、そう、卒論発表あったんですけど、結構まあ緊張しましたね。難しかったです。空間とか関係してる。どうなんだろう、どうなんだろうね。乗馬は平気だよ多分、うん、わかる。車の匂いは酔いますね。匂いってだけでも結構おーってなっちゃいます。自転車も全然平気です。新宿公園でケーキサイドドキュメントの話してるから、また見ました。恥ずかしいですねそれは。車の金木犀の香りが出ようって、バイクは怖いな。ちっちゃい頃ね、近所の人のねバイク乗ってるから、その後ろに乗ったことはあったけど、わかんない、慣れたらそうでもないのかもしれないけど、やっぱ怖いわバイク。何かあったらもう体、もうもろ体じゃないですか。間に何もないんですよ。いやそれ言ったらまあ自転車もそうなんですけど
でもなんかあの速さでって考えたらすごいなって思います。トゥクトゥクは好きだけど、自転車は乗れます。多分今は分かんない。いや今は乗れんかな。でもめっちゃ練習してたもん。いつももう足血だらけになりながら練習し、まあ乗れてたよ。うん、昔はね。ローラースケートもできるよ。うん、ローラーブレード、ローラースケート、どっちが何が何だっけ。ローラーブレードがいっぱいさあコロコロしたやつがついてんだっけ。SKE カフェで働いてますか。 SKE カフェは残念ながらもうないんですよ。行ったことはあるけど、タイヤが一列ののがブレード。まあじゃあスケートの方がいっぱいあるのか。失礼しました。いえいえ、わかんない、なんかもう覚えてないや。多分どっちも乗れるんじゃないかな。縦に一列のも多分できてた昔は。コースターもらいましたね。コースター、みよまるさんの、みよまるさんの料理っていうのを頼んで、コースターもみよまるさんが来ました。今日はみんなで何を食べてきたの。和食とデザート。本当は行きたいとこがあったんだけど、日曜日はお休みでした。最近なんかめっちゃ体が痒い。なんだろう、なんか赤い点々みたいなのできちゃうんだけど、なんだろう。みよまるの牛丼丸、多分それ。どうも、初見です。ありがとうございます。しんちゃん、よろしくお願いします。なんか、なんだろうな。最近話したいことがありすぎて、もう何から話せばいいかわからんわ。一個一個モバメに書こっかな。かまぼこさん、ハートありがとうございます。ライブンチありがとう。
てかね、なんか結構前に書いたやつとかずっと下書き保存したまま送ってないやつとかもあって、そう、なんか私は全部何でも言っちゃいたいけど、応援してくれるみんなに。でもなんかショールームってさ、なんかもしかしたらさ、なんか別に、いや聞かれても見られても全然いいんだけど、なんかメンバーとかももしかしたら見てるかもしれないとか考えちゃうんですよ。あとモバメのお試し期間とか、そう別にいいけど、なんか恥ずかしいっていうか、なんかちょっと家族に見られてるみたいな気分になるから。なかなかね、難しいですね。テロップなんて何？いや、テロップ特に書くことなかったから適当に書いただけ。いつも応援してます、ありがとう。私はちなみに須田さんのショールームこの間見てました。でもなんかメンバーのとか見てもあんまりあれかも、コメントとかするときは前してたけど、まあしないかな最近は。モータンとナナさんも見に来て、あ、そうなんだ。モータンは知ってたけど、野脇さんはこの間会いましたね。会いました。うん、あの8期生の皆さんと一緒にいるとき会いました嬉しかった。にじゃないを聞きました、ありがとう。どうだった？なんかあれかな、 YouTube の方はまだかな。そう、相変わらず可愛かった。本当にあの肌の透明感が羨ましいすごい羨ましい。真っ白で陶器肌。あと3分か、壇上読もうかな先に。壇上変わる可能性あるからギフトから読むか。もうたしんさんありがとうございます。島風丸さん、山ちゃん、もなかさん、みろさん、昼食さん、福さん、かまぼこさん、大文治さん、ありがとうございます。13位、浅香さん、もう分かんない訳しちゃった。12位、ひらがなてらしさん。11位、あんきゅうさん。10位、おー、アヌワット、アンワット、わかんない9位、ダイさん。8位、カンさん。7位、ボコさん。6位、メガトンパンチさん。5位、ミロさん。マジかるね。4位、モナカさん。3位、モモタシンさん。2位、フクさん。1位、島風丸さん、ありがとうございます。
そう、野田さんはね、本当に色白、色白美人です。会いました。倉島さんがね、呼んでくれたの。私がいること知って優しい。皆さんよかったら握手会お願いします。もうしばらくなんかイベントとかも多分出ないし、公演とかもないので、ぜひショールームとも握手会で応援していただけたら嬉しいです。そしたら私の励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いします。皆さんの応援が私の元気の源です。あと9秒だ。おやすみ。来てくれてありがとうございました。おやすみなさい。